スマブラやってる身からしたらめちゃめちゃ操作感いいっすね。はい、ここ横スマ、オッケー。激強演出もあるね。ティナ可愛いね。ティナちょっとティナ使おう。バトルロワイヤルとかあるんだけど、バトルロワイヤルやりてえな。雪玉入れて、はい、こっからメテオね。皆さんこんにちは、ながらです。今回はスマホを使って無料で遊べるアクションゲームフラッシュパーティーをやっていこうと思います。ゲーム内容がね、相手のダメージパーセンテージをどんどん増やして撃墜していくといったスマブラと同じ形式のゲームなんで、まあ、実質スイッチがなくてもスマホがあればね、無料でスマブラを遊べますよみたいな、そんなゲームがねスマホでリリースされるみたいなのでやっていきたいかなと思います。あ、来た来た、待ちました。あー、いいね。ちゃんと復帰とかあって、ちょっと待ってね。なんとなくちょっと操作方法だけ最初見たんだけど、まずジャンプがあって、でガードもできると。ガーキャンして、こうでしょ。おいちょっと穴毛食うまい。オッケー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 。で、なんかこの星のマークが必殺技みたいな感じらしいですね。これ横 B ね。で、なんか上スマッシュだけないのかな、多分。上スマッシュがない。うん。横スマッシュはあるんだけど、上強攻撃、下強攻撃、で、横スマみたいな感じになってると思う。いいよ。これ下 B? なんだろう、下 B? ちょ、待って、危ない危ない。移動回避もちゃんとあるんだよね、空中移動回避。めちゃめちゃね、スマブラやってる身からしたら、めちゃめちゃ操作感いいっすね。はい。D あんのかな ?D。あ、死んだ。オッケー。一発目からね、三盾をかましていくと。さすがにね、スマブラやってるんで僕。うん。日本最強リドリー使いなんでね、負けないっすよ。だって、ちょっと別のキャラ使うか。ちょっと待ってよ。こいつなんだろうな。選択。初見なんですけど。まあ、技見なくてもね、日本最強なら勝てるでしょうということで。かぶった何するんだ、ちょっと待って、技確認するか一回。天キャラだね。はい、空前、空後、空A。空下？あ、でもなんか、ルキナみたいな感じ。マジで。ルキナだな、これは。いや、ルキナというよりは、あれか？光っぽいの、どっちかっていうと。いいよ。マウェコン入れて。マウェコンって言っちゃってるけど。オッケー。横スマ。よ。はい、掴んで、外投げて。投げ場はないっすね。やっぱり、剣キャラのだけあって。うわ、上キャラ死んだ。よし。回避読み？よいしょ。ここ横スマ！オッケー。激痛演出もあるね。初めて見たかも、激痛演出は。こいつなんだ、ドンキーコングやないん、こいつはもう。まず確認するか。クエヌ。これはクエね。どっちかというとワイオみたいな感じじゃん。え、お前剣使うんか。待って、今見たみんな。これ、メテオかな。空中だったらメテオにならん。これ、ちょっと当ててみるか。ちょっと待ってよ。よし。外投げさせてくれ。あ、これ死んじゃうわ。倒したわ、これ。やばい、メテオ当てない。いいよ。外投げて。え、オッケー。ねえ、復帰してこい、バカ誰が復帰しなさいよ。上 B に合わせてね、メテオを入れ込んでたんだけど。ゲームスタイルというか、こういうホーム画面とかのスタイルはね、ヒーローを徐々に解放していくって感じだから。よし、ちょ、何使おうかな。解除できないのかな、他のヒーロー。なんか使えんかな。あ、使えんじゃん。ティナ。かわいいね、ティナ。ティナ使おう。です。名前いかつ。クースター、あ、ゼロサムみたいな感じかな。スタイリッシュだし。あ、下強はスライディングなんだ、こいつ。おもろ。いいよ、こいつかっこいい、見た目。見た目も技もかっこいいね。やばい。あ、強っ。危ねえ自分の技で死んだくなった。いいよ。これで、オッケー。台のせ、横ビート。いいよ。お、死んど。え、死んでない。はい。オッケー。倒し方したな。オッケー。いや、ティナかっこいいわ。ティナかっこいい。
見た目もいいしね。なんかいろんなモードあるみたいだから、他のモードも遊んでみるか。あ、2対2とかあるよ。みんな2対2やってみよう。2対2。おステージ面白い。なんかこう、待って待って、バッ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 、俺の味方誰これか。なんかおっさんか、マジシャンか。おお、アイテムある、アイテムある。待てよ、やばい、味方死んじゃう、味方死んじゃうけどね、チームアタックなしだから助けられないんだよな。俺も死んじゃう、俺も死んじゃう、危ねえ。復帰力高え、こいつ。どこだ俺。あー、いた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 、オッケー、オッケー、よし行くぞ。こいつ NB かっこいいな、なんか。いや待って待って、やめて、本当やめて、本当やめて、危ねえ。あれか、なんかなんかカメラワークさ、俺が上にいた時にさ、見えなくなるなと思ったけど、相手視点は見えるようになってるから別にいいのか。多分相手視点は自分が中心になるから。お、勝ったわ。なんか知らんけど勝ったわ。なんかスマブラよりはカメラワーク見やすいっすね、多分自分のことがよく見えるから。バトルロワイヤルとかあるんだけど、バトルロワイヤルやりてえな。スマブラでバトルロワイヤル絶対神ゲーやん。いや、スマブラもな、なんかこのスキンとかさ、発売すべきだよな。ここはね、こっちのがなんか充実してておもろいわ。メテオをね、ちょっと当てたいんよね俺。メテオをね、ちょっと当てるまで、ね、ちょっと終わりたくないんよね。ちょっとメテオ当てるわ。ちょ、みんな見てて。いいよ、ジャック入れて。空母当てんのむずいな。残すも当てて。いいよ、チャンス。あー、復帰ミスってる。いいよ、残すも当てて。くっ、あぶ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 。かっこいいな、こいつの復帰。ここ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 ね、よし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 。はい。雪玉入れて、はい、こっからメテオね。オッケー。はい、気持ちいい。よっしゃ。ということでね、こちらのゲームまだねテスト中みたいなんで、概要欄の方に遊べるリンクを貼っておくので、よかったら遊んでみてください。ということでね、ご視聴ありがとうございました。